はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第15弾お送りします。で、今回はこの3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、問題はシンプルですね。まあ、2分の 1x2 乗のグラフがあって、で、それぞれ、ま、1番、2番、3番で A とか I でね、P とか Q とか出てきますけど、まあ、それはそれぞれの時に確認していきましょう。じゃあ、いつも通りね、画面下げますので、お待ちください。行くよ。よいしょ。で、この15段はですね、自分が、違う問題、9だったっけな、とね、同じ問題を使ってしまってて、で、後で取り直してるっていうか、取って、更新してます。だから、更新日見ていただけると分かるんですけど、14と16の間に、新しい日付の15が入ってる感じになってますが、まあ、気にしないで聞いてみてください。だからちょっと画面明るいかもね、前後の動画からするとね。では、いつも通り、まあ、いつも通りって言っても、y イコール2分の 1x2 乗しか今回情報がないんですけど、それを必ずグラフの方に書き込んでおきます。問題文読むのめんどくさいからね、一回一回ね。まあ、書いておいて、で、1番が、まず点 P の話です。で、P が曲線上の X 大なり0。これですね。X が0より大きいとこにいますと。つまり、X が0より大きいのはここより右側です。原点より。このゾーン、右側のカーブのどっかに P がいますよと。で、こいつの X 座標が4って言ってくれてる。その時、P の座標を求めなさいという問題なので、まあ、P の座標を求めに行くと。で、そうすると、もう、p っていうのは、まあ、今ね、問題にも書いてありましたけど、y イコール2分の 1x2 乗の上にいる。ね、上にいると。で、関数が2次関数だろうが、まっすぐな1次関数だろうが、関数の上に座標があるときは、もう代入して OK なの。もうこれは繋げて、苦手な子も。いい、代入して OK。で、x が4って分かってるから、x のとこに4入れると、2分の 1× x の2乗。つまり4の2乗ね。で、4の2乗は 4×4 なんで16。2分の 1×16 なんで約分して、なぜ1を書いた ?8 になります。いい?で、これ何かっていうと、その4を入れた時の y 座標が8ですよと。つまりここが8ですよと。で、今求めたいのは p の座標なんで、もう物に出てるでしょ。つまり答えは、4の8と。これで終了となります。で、次9です。で、9は今度は x 小なり0。これですね。負の部分。だから、x が負なんで、こっから左側。この部分のカーブ、左側のどっかに9がいますと。で、今回は y 座標が分かってます。18って。で、その時この9の座標を求めなさいって言われたら、これも9がこのカーブの上に、まあ、左側だけどね、このカーブの上に乗ってる。乗ってるから代入すればいいじゃん。今回は y が分かってるから y のとこに代入して18イコール2分の 1x2 乗。ちょっと右側に行きますね。両辺2をかけます。ごめん。2をかけるとまとめるとね、x2 乗イコール36になります。で、これは二次方程式です。左辺の2乗、2を取る代わりに、2を取ります。ここのね、2乗の2を取る代わりに、右側、右辺にプラスマイナスルートがつく。これ一番基礎的な二次方程式の解き方です。左側、左辺の2乗の2を取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートがつく。で、ルート36っていうのは、6636なんで、ルート36は6と一緒です、これ。直せます。で、プラマイ6になりましたと。つまり、18を入れた時の X 座標はプラス6とマイナス6だと。あれと。2個ある答えが。で、これもちろん2個答えになる時もあるんですけど、今、問題で X は0より小さい。つまり負だね。X は負って指定されてるので、プラスはダメだと。マイナスしかダメだからね。だから X は、この問題においてはマイナス6になる。だから、マイナス6を入れて、9の座標はマイナス6の18ですね、と。これで終了になります。
で、例えば、まあ、これほんとちっちゃなことなんですけど、今は9の座標を求めなさいだったらこれが答えでしょ。で、問題によっては、まあ、受験時のね、テスト内容によっては、その9の X 座標を求めなさいっていう時もあります、もちろん。で、X 座標を求めなさいだったら答えはマイナス6って書くんだよ。X 座標を書けって言ってんのに座標を書いたら罰食らうからね。すっごい細かいことだけど、受験の時の緊張感で、ちょっと読み間違ったりとか、そんなんでね、3点、4点、5点落としたらものすごいもったいないんで、その辺気をつけてください。いいね、座標を書けなのか、X 座標を書けなのか、Y 座標を書けなのか、違うからね。では、一応今回のボスですね、3番いきましょう。で、やってることはですね、四角形 ABCD の話です。まあ、そこに書いてありますけど、で、あいつが台形になってます。で、書き方としては、まあ、A と B っていう座標を取りましたと。求めたいのは A ね。A を求めたいんだけど、そっからまっすぐ下に垂線行きました。下にピーピーつって。で、ここに CD 打って、まあ、横、ここがね、平行になってるからさ。だから台形になってると。で、こいつのポイントとしては、まず面積が17。面積が17平方センチメートルになってる。で、あとは CD が2です。ここの長さが2。2センチメートル。で、D は C の右側、D の方が右にあるよっていう。まあ、この状態で、A の座標を求めなさいという問題。で、まあ、自分がよく使う方法ですけど、求めたい座標を文字を使って置きます。いい？文字を使っておくと。で、やっちゃいけないのは、座標ってさ、2つ、もちろん X 座標と Y 座標があるんで、両方文字を使って置いちゃうパターン。例えば、AB みたいな。で、これはやめましょう。必ず文字は1個にします。2個じゃなくてね。で、自分はちょっと T 使うのが好きなんだけど、T 使いますけど、まあ A でもいいからね。で、T をどっち使うかっていうと、必ず X 座標を文字を使って置きます。T ってね。じゃあ Y 座標どうなるかっていうと、これはここの問題と同じ流れで、A はさ、この関数の上に乗ってますと。乗ってるんだったら代入して OK だと。で、X 座標 T だから、X に T を入れると、Y イコール2分の1 T 2乗になる。つまり、Y 座標が2分の1 t 2乗なんですね。って言って、文字1個でああやって座標を置くことができます。で、これはものすごくよく使うやり方なので必ず覚えてください。で、ポイントは、じゃあ A を置きましたと。ここ、ちょっと消しますね。この B の座標も置きたいんです。で、もちろん文字はですね、まあ、さっき2個使うなって話をしましたけど、どんな問題でも数学においては、文字は少ない方が簡単なんです。3個置くことってもう中学で全然ほぼないですけど、2個置くんだったら1個のが楽なの。だからできれば1個にしたいと。じゃあどうするかっていうと、今、A の X 座標は T なんです。で、X 座標っていうのは真下と同じだから、ここの D の X 座標も、X 座標も T になってます。まあ、Y 座標は0だけどね。X 軸乗っちゃってるから。まあ、T ですと。同じね。で、ここがさ、長さが2なんですよ。CD が2。つまり、右側が T だったら、こっちは2を引いたものになる。どういうことかっていうと、今 CD ありますよね。T だと分かりづらいんで、じゃあ D が、座標が5の0だとします。ここ5。例えばね。で、CD の長さが2って分かってれば、こっちの座標は3の0だよね。だって5から2引いたものだから、左側は。って考えれば、これもうちょっと消そうか。こっちもですね。t から2引いたものなんで、x 座標は t-2 になります。いい？ここが t だから c の座標ね。あ、あとこっちもそうだけど。こっちが t-2。こっちさ、書いてなかったね。ごめん。c が t-2 の0だと。ここがね。で、c と b はまっすぐ上に上げたもの。になってるんで、X 座標は同じです。t-2 だったら、こっちも t-2。こうは同じだからね。で、B も、X、この関数の上に乗ってるんで、XT-2 をここに代入することができる。で、代入すると、Y イコール2分の1、カッコ、これちょっとカッコね。t-2 を X のとこ入れるから2乗と。ちょっと見た目めんどくさいですけど、こうやって置くことができます。だから、A と B の座標を T1 個の文字で置くことができたと。じゃあ、こっから台形の面積使えねえかなと考えていきます。で、台形、まあ、復習になりますけど、
一応書いとこうか。今回スペースがあるからね。台形の面積っていうのは、括弧、上底足す、仮定閉じてかける、高さ、で、割る2だね。まあ、かける2分の1が好きなんで、こっち書いちゃうけど。これが公式だと。で、今、台形がゴロンって横になってるんで、上底と仮定どこかっていうと、上底ここです。上底ここ。仮定ここです。これは仮定。高さここね。まあ、高さ分かってる。まあ、2だね。ここ。2になってる。じゃあ、上底と仮定の高さとか長さはね、いくつかっていうと、今、B の座標、ここ、こうなってますよね。この座標っていうのは、じゃあ、待って。例えが悪かった。4の8だとしようか。B がもし4の8だとします。この座標っていうのは何を表すかっていうと、0から、原点から4行って8上がってるんですよ。いくよ。4行って8上がったもの。つまり、もし B の座標が4の8だったら、4の8だから、今、上底8になるんです、ここ。つまり、ここの Y 座標が今、この長さと同じです。こう行ってこうだからね。で、A も同じです。T 行って2分の1 T にしよう。T 行って2分の1 T にしよう。つまり、この長さ、2分の1 t2 乗が仮定になっていると。で、そこまで分かれば、あとは公式に当てはめます。いきますよ。まず、上底。めんどくさいけどね。カッコ、2分の1。ちょっとカッコの中にカッコ入っちゃってごめんね。気持ち悪いけど。本当は中カッコ使うんだけどね。カッコ、上底、足す、仮定があっちね。一度使うか、中カッコな。こう。で、かける高さはさっき言った2です。で、かける、2分の1。イコール、今それが面積17ですよ、と。で、こうやって式作れたんで、あとはこれを倒していけば OK です。で、やっていきましょう。まず、2分の1と2、ここも約分しちゃいましょう。めんどくさいからね。消してしまって、あとはこいつの展開です。で、ちょっとね、板書スペース怪しいですけど、一回この、ここ展開します。すると、t2 乗マイナス、ごめん、4t プラス4。で、足す、こいつ、そのまま書いておきましょう。で、イコール17。こうですね。で、2分の1は配ります。2分の 1t2 乗。配ってマイナス 2t。配ってプラス2と。で、2分の 1t2 乗と2分の 1t2 乗。くっつけると t2 乗です。ここがマイナス 2t です。プラス2になって、17をこっち持ってくると、マイナス15、イコール0と、ものすごいシンプルになります。こうやって。で、これは二次方程式なので、これですね。かけてマイナス15、ここ。足してマイナス2のコンビを探すと。そうすると、マイナス5とプラス3と分かります。公式でね。因数分解すると。だから、これを解くと、x イコール5とマイナス3ということが分かりました。で、これはさっきの2番と似ていて、x 座標が5かマイナス3なんです。でも、問題文にあるように、今回は、この部分、x が正の部分しかダメだよって言ってる。このマイナス3だと x が負になっちゃうんで、答えとしては使えません。だから、x 座標。あ、x じゃない。ごめん。ごめん。t だよね。ずっと t だったのに。ごめんごめん。t がさ、今ここの x 座標になってるんでね。だから t が負もダメだと。x 座標負になれないからさ。つまり t は5が使うべき答えだと。で、今求めたいのは a の座標なんで、ここ。この両方に t に5を代入すると答え。こっちはそのまま5だね。5で、2分の 1t2 乗。5の2乗だから25。つまり、2分の25となって、これで終了となります。多分見えると思うけどね。ちょっと上げようか。この方が答えっぽいかな。はい。っていう感じです。まあ、なので、1番、2番に関しては、もう代入するっていうとこだけなんですけど、まあ、二次方程式の解き方とかも出てくるので、まあ、しっかり復習してもらって、2問は数学苦手な方も必ず解けるようにしましょう。ここに関してはね。で、3番は台形とかを使ったりとか、ちょっと文字がね、ごちゃごちゃしてはいるんですが、まあ、求めたいものの置き方とか、台形を使った、まあ、解き方とか、二次方程式の流れとか、この辺を掴んでいただいて、まあ、いけそうだったら、ぜひね、3番の方も自分の力で解けるようになってみてください。では、今回の授業はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。
勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。